稲妻イレブン実況プレイ第9回目やっていきたいと思います。で、早速、万件物質で入りましょう。どうも。君、眠り来ました？ここには文化部の物質が見てたんだよ。うん。いやー、でも文化部に物質があるのは羨ましい。おお、秘伝書ゲットをやった。早速、秘伝書を覚えさせよう。トッペルゲンガーって何？ブルクワズカ。あ、このクスノキっていうのを仲間にしました。あと、上杉もね。結構何人か仲間にいたしましたね。じゃあ、トッペルゲンガーか。いや、シシドにやって、おばせるか。よし、オッケー。で、あ、ここは将棋部かな。マーキンのやつはイライラしてるな。うん、なんだか、俺たちまで落ち着かないよ。囲碁将棋部とは別のとこにやればいいと思うけど。どうも。やあ、囲碁将棋部へようこそ。え、僕の名前？ふん、言わなくてもわかるだろ。僕ともっと親しくなりたければ、僕の名前をマネージャーに伝えてみたらどうかな。あ、この人名前、知ってるけど、忘れた。なんかアニメではこの人実況やってましたよね。ライモチの試合の。それは覚えてるよ。どうも。ブツ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 。考え事を夢中でエンドに気がつかないようだ。すごいな、そんなに。日高。あれ、ここら辺に隠しておいたのにな。え、何よって？内緒だよ。なんだ。早乙女。忙しいんだ。なんか優しそうな顔してる。忙しいんだ。後にしてくるかい？なんだ、君たち。今は僕たちは、アマチュア漫画の全国大会。コミックフロンティア。フットボールフロンティアもあればコミックフロンティアもあるんだ。コミックフロンティアの締め切り目前なんだ。後にしてもらえないかな。うん。うわぁ、みんな消えてしまえ。あ、みんな燃えてしまえ。あ、燃やしに行っちゃったの？なんだ？どうしたんだ？あ、しまった。あいつまた大事な資料を持って行っちゃったぞ。あいつ、締め切り前になると物を燃やしちゃうっていう困った癖があってさ。この前だって、図書室で書いた本まで燃やしちゃって、もう大変だったんだよ。え、図書室の本、もしかして、秘伝書の切れ端も燃やされちゃうっすか？追いかけたいけど、今は俺たち手が離せないし。そうだ、君たち。俺たちの代わりに、あいつを止めてくれないか？正気黒は、ここから、下にある、ニワトリ具合の奥にあるからさ。今ならまだ間に合うはずだ。よし、急いであいつをかけるぞ。行こう、みんな。よし、じゃあ正気黒へ行こう。悪い癖だ。学校のさ、本とか燃やしに行くとか何なんだよ、あいつ。めっちゃ、普通怒られるでしょ。新聞文を覗きに。よいしょ。B ライトウィング。ふふふ、君がクークとかって誰？博多？え？え？こんなの言うたっけ？はい。は？え、こんなの、俺、覚えはないけど。なんか自分から入りたいのか、こいつは。まあいいや。なんか、え、こんなやつスカートにした覚えもないよ、あんなやつ。おかしいな。うちの部長、寝当てたはずっと逃さないんだ。ないもの、すっぽん。次の CM のテーマは、稲妻町のラーメン屋。あなた、塩？と、醤油派？し、これだ。醤油派だな、俺は。うん。あ、はい。お、なんかすごい豪華な部屋が。お隣さんってあんまり昔のこと話したがないんだよね。そう。そっか、お隣は掛け部してるもんね。新聞部とサッカー部。いいな。僕が中学の頃はできませんでしたよ、そんなのは。高校に入ってから、まあ、掛け持ちできるようになりました、部活が。いや、でも、自分はね、まあ、サッカー部一筋だったんで。どうも。こらこら、お前さんやめないかい？みんな燃えてしまえばいいんだ。おいおい、やめろ。そこなんた、早まっちゃダメっす。お、突き飛ばした。うわぁ！もしかして、図書委員さん？うわぁ、ごめんなさーい。ああ、逃げた。なんだ、今の子は。ああ、遅かったっすか。おや、遠藤くんじゃねえか。こんなところでどうしたんだい？風川さん。この辺りに髪の切れ端が落ちてませんでしたか？
切れ端？さて、見てないね。やっぱりもうちょっとですかね。せっかくサッカーの必殺技が手に入ると思ったのに。サッカーの必殺技？そういえば、お前さんたちはサッカー部の子だったね。今さだ。まじ無理もないか。この前の練習試合、あらかっこよかったな。わしもここで長いこと、公務員をしているが、久しぶりに興奮したわい。まるで、稲妻イレブンの再来かと思ったぞ。稲妻イレブン？何ですか、それ。しまった。この話は理事長から口止めされてたんだ。今の話は忘れておくれ。しっかり聞いちゃったっす。稲妻イレブンって何のことっすか？いや、それ言ったら古株さんクビになっちゃうでしょ。仕方ないな。あそこから聞いたということは内緒にしておいてくれよ。稲妻イレブンってのは40年前に大門中にあった伝説のサッカーチームのことさ。それはもう強くてな。わしも憧れたもんだ。おー、稲妻イレブン、これが。すごいな。なんか、後ろの方で吹っ飛んでるの何人かいるけど。吹っ飛んでる輩が何人かいるのは気のせいかな？よいしょ。そんなサッカー部活なんて聞いたことがないっす。ああ、そんなにすごかったなら、何か記憶があってもいいのにな。記録があってもいいのにな。古株さん、もっと詳しく教えてください。うむ。それが、彼らが全国大会の決勝に進んだことは覚えてるんですが。え？うちのサッカー部がフットボールフロンティアの全国大会に？ありえないっす。しかも決勝まで？それで優勝したんですか？ライモンは。昔のことだからの、よく覚えとらんわい。肝心なとこ覚えてない。そんな。だが、彼らの使う必殺技は、それはかっこよくってな。特に何て言ったっけな。そう、稲妻落とし。あの技のジャンプ力と言ったら、それは見事なものだった。見事なものだった。え？稲妻落とし？そう、その秘伝書が思い知ったんですよ。やっぱりすごい技だったんだ。そうなのかい？はぁ、そりゃ残念だったね。乗せ中に6人勝てるチャンスだったかもしれないのに。はぁ。ま、持ち手ものは仕方ないよな。やっぱりコツコツ練習するのが一番ってことさ。でも、確か今日もグラウンドは使えないっすよ。また、河川敷に行くっすか？え、使えるようになったんじゃなかったのかな？ああ、またマコたちと一緒に練習しよう。ほらほら行くぞ。諦めきれないっす。俺の稲妻落とし。亀山が稲妻落としをやることはもう決まってんのかな？ないのかな、ほんとに。うん。あ、はい。ん？あ、そうだ。はいはいはい。わかりました。で、情報ブログ。よいしょ。なんかいろいろ来てる。スカウト仲間が増えました。クスノッキー、上杉、ゴボウ、博多、いろいろ仲間になりました。稲妻イレブン？稲妻イレブンというサッカーチームが40年前、何持ちになったしですね。うん、これ大スクープです。もっと調査しなきゃ。まあ、このゲームのタイトルも稲妻イレブンですからね。では、河川敷までカットしようと思ったけど無理だった。あれ？どうなんじゃないか？天候の手続きは終わったのか？ええ、まあね。それで秘伝書ってのはどうなったんです？え？どうして秘伝書のこと知ってるっすか？え？それはまあ、話してるのが聞こえたからだ。聞こえたからさ。秘伝書はもう知ったんだ。だから今から河川敷で練習しようと思ってさ。そうだ、ドモン。お前も一緒に行こうぜ。今からですか？まあ、俺はゴインチさんの技が見れればいいですけど。よし、それじゃ行こうぜ。河川敷で練習だ。あ、ドモン。はい。よし。ドモンがスカガシに行くことになった。やっぱり、諦めることができないっす。切れ端でも残ってないか、確かめてみるっすよ。ん？これは何ですかね？これは、なんと、エッチな本っす。壁山。おや？どうしたんだい君。なんでもないっす。ヒャッホーン。エッチな本を手に入れた。おい、中学校に生持ってくんな。もう、いつの間にか始まるが。あれ？壁山はどこに行ったんだ？秘伝書が持ちたから、どっかにサボりに行ったんじゃないんですかね。しょうがない奴だな。弟にかっこいいところを見せたいんじゃなかったのか。仕方ない。俺たちだけも練習しに行くか。ああ、よし。じゃあ行きましょうか。で、仲間入れ替え、メガネ、卵の、博多とかいいスカートしたっけな？覚えてないな。
ちょっとね、神山今ダメなんで、とりあえず、玉五郎ちゃんを入れときましょう。まあ、これで、なんとか、任せなさい。よし。うん。ねえ、ケチケチ。じゃあ、今度こそ、はい、河川敷へ参りました。うん。よし、じゃあ行きましょう。さてさて。いやー、ここまで来るのにも結構バトルを挑まれたんで、少々使い気味ですが、うん。この地区で怪しいコートのとこ。怪しいコートのとこ。それはもう学校へ行った方がいいんじゃないか？物騒だね。よし。ん？なんかいる。なんかリーゼントみたいなのがいる。ああ、お兄ちゃん、助けてよ。どうした？どうした、まこちゃん。どうしたんだ？あれ？なんだか、見慣れない奴がいるな。ああ！カメラ、じゃないです。DS が取れた。すいません、DS が取れちゃいました。なんだ、お前ら。俺たちは、かさみの中サッカー部だ。かさみの中サッカー部。今、この楽器と話してんだから、邪魔するなよな。ヤンキーやん。めっちゃドキュンやん。こいつら、急にやってきてさ、一緒にサッカーやろうって言うから試合をしたんだけど、試合に勝った途端、この場所を渡せっていうの。あ、負けたんだ。私たちはそんな約束した覚えないのに。相田さんはどこ行ったの？相田さんは。おいおい、ちゃんと言っておいたぜ。これはギャンブルだってな。ギャンブルって何よ？そんな言葉知らないもん。かわいそう。こいつら、相田のおじいちゃんや大人たちの前では言いこぶっちゃってさ。いなくなった途端これだもん。みんながすっかり騙されちゃってんだから。なあ、あんたはサッカー部なんだろ？だったら学校で練習すればいいんじゃない？いいんじゃない？とにかく騙される方が悪いのさ。でもよくいますよね。なんか、友達の前ではちょっと意地悪んだけど、先生やお母さんの前ではちょっと真面目ないい子ぶってる人。実際友達でも数人、小学生の子はいました。なんで卑怯な奴だ？許せない。お前ら、俺たちと勝負しろ。へへ、いいぜ。ただし、そう俺たちが勝ったら、そうだな。グラウンドは手に入ったし、次は俺たち全員のスペックでも用意してもらおうかな。そんな、それって私たちの小遣いで何とかなるかな。安心しろよ、マコ。こんな奴に負けはしない。うん。サッカーを歩くことに利用する奴に、サッカーの神様は微笑んだりしないのさ。名言。おい、ごつごつ言ってねえで、勝負すんのかしねえのか。はい、する。へへへ、新しいカムだぜ。うわぁ、うぜえな、こいつ。んだよ。お世話になります。監督の木崎と申します。はい、みんなご挨拶は？なんか変なことな、木崎さん。よろしくお願いしまーす。てか出前っつんだ。うわ、マコの言う通りだ。さっきまでの態度とは大違いだな。実力を見せてもらうにはちょうどいい相手かもな。何か言ったか？いや、なんでもないよ。それより試合を始めようぜ。弱い者いじめはアメリカでも最低な奴の役とかな。よし、ライモン中対カサミの中。レディゴー。ダイモンフォーメーション。あ、じゃあ、いるか。ディフェンス、ドモンがそこに入るか。じゃあ、クリマツもそうやから、高杉はやっぱここだな。だって上杉フォワードだし、もともと。そうやな。で、シシード、いや、一回じゃあ、これで行ってみますね、一回。じゃあ、ただいまより、ライモン中学サッカー部、スターティングメンバーの発表をしたいと思います。ゴールキーパー、背番号1、遠藤守。ディフェンダー、背番号2、カズマル一郎太。ディフェンダー、背番号15、高杉慎太郎。ディフェンダー、背番号4、ドン・アスカ。ディフェンダー、背番号5、クリマツ・テッペイ。ミッドフィルダー、背番号6、ハンダー・シイチ。ミッドフィルダー、背番号7、少人寺・アイム。フォワード、背番号9、
松野空介、ミッドフィルダー、背番号8、シシドー・サクシー、フォワード、背番号11、ソミオカ・リュウゴー、フォワード、背番号10、ゴーウェンジ・シュウヤー。で、サブはこんな感じです。はい。よし、じゃあ、行こう。次へ。カサミの中フォーメーション。おう。これはまた、ファイブバックですね。なんかファイブバック多いね。ファイブバックは難しいんだけどね。うん。やっぱオランダ代表やワンフォーで甲府みたいな。なんだみんなレベル5とか6じゃん。弱い弱い。こっちみんなレベル10とかだから大丈夫、余裕余裕。任せろ。こんなやつ余裕だろ。よし。スタート！じゃあ、ソミオクさん。あと、選手交代とかもね、結構徐々に使っていきたいなと思います。あと、動画撮ってないところでね、オカウトと練習試合4回したんで、レベルアップまた調子してますね。よし、ソミオカいいよー。ほい。こんなやつドラゴンクラッシュでいいでしょ。ドラゴンクラッシュ！よし。あ、うっそ。マジか。くそ。そんなシュートは損になるよ。いや、お前、取れなかったじゃん。あ、ちょっと DS の充電がない。よし、これでいっか。リベンジや。でもコーナー獲得できたから、それは嬉しい。ちょっと一回上がるか。みんな上がれ、みんな上がれ。みんな上がれ。お前は残れ。よし。ほい。いいね。よいしょ。これはもう、今度こそ、ドラゴンクラッシュ。今度こそ、君の染めようか。よーし。今度は決まったでしょ。オッケー。ゴータイムのゴールは、ライモン中学サッカー部、背番号重視、染岡龍吾。よし。よし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 。いたか。その決まったシュート待った。なんじゃって。ごめん。余裕だろ、こいつは。余裕ぶってんじゃん、全然。決まったシュート待ったとかさ。寒いわ。行け、ゴーエンジン。ざまみろ。あ、やばいやばいやばい。スリート行け。シシド、トッペルゲンガーや、早速。おぉ。あ、同じ人が。よし。いけ。よしよし。あ、何やってんの何やってんのシード。シード何やったお前今。たく。じゃあマークについて。これでいっか。ほい。達成。突破。うわ、マジか。あのゴーエンジが。ほい。いけ、ショーリン。よーし、ショーディン、ナイス。かっこいいよ、ショーディン。竜巻旋風。おー。相手を吹き飛ばすのか。オフサイドかな？あ、オフサイドだ。見えなかった。よし、あー、どこ行って。今のうちにいればゴールに強かったのに。トップにゲンガーや。よし。トッペルゲンガーってさ、会っちゃうと死ぬんだよね、確か。そんなことも言われてるけど。で、これ一気に来や。またオフサイドかな？大丈夫か。よし。で、ゴーエンジへのクロスは、決めろ。ハイヤートルネードだ。ハイヤートルネード何？トルネードキャッチ。
いや、トルネード対決。ゴール！ただいまのゴールは、ライモン中学サッカー部、背番号 10！ ゴーエンジーシューヤーゴーエンジーシューヤーゴーエンジーシューヤー。よし。楽しくなってきたな。悪い流れだな。でしょうね。スタート。てか、リーゼント野郎は全く仕事できてないじゃん。なんだあいつ。よーし、終わった。あ。よし、マックスナイス。うん。フェイント。おっと。よし、オッケー。じゃあ、もう一丁、ファイヤートルネードで。ファイヤートルネードトルネードキャッチ。効かねえなぁ。よし。どうだ？よし、ゴールタイムのゴールは、ライモン中学サッカー部、背番号 10！ゴーエンジーシューヤーゴーエンジーシューヤーゴーエンジーシューヤー。よし。おっと。試合再開。まあ、こんなもんだぞ。その決まったし、それやめろって。よし。スキル。スレディング。おい、シップダッシュ。おお、早い。じゃあ、クイックドロー、マックスいけ。と思ったけど、もう前半も終わりじゃん。ああ、もったいない。今、つかなきゃよかったな。前半終了。くそ、なかなかやかる。ちょっと、皆さん言葉遣いが乱れてますよ。そんなことじゃ、同好会から部に戻るのは、まだまだ、先になっちゃいますかね？同好会。はい、すまない先生。いや、すまないです。どっちが正しい言葉遣いだ？いや、申し訳ありませんでしょ。そういえば、何年か前、問題を起こして、廃部になったサッカー部があったが、それがこいつは、臭みの中か。くそ、どうしてだ？俺たちは部として十分通用するはずなのに。いや、通用するはずですのに、練習場所がないなんて、納得できませんです。えい、言葉遣いなんて面倒だ。この後は、お前らに勝って、自力で部費を稼いでやる。こいつらもサッカーやりたくて必死なんだな。よし、後半も全力でぶつかり合おう。俺たちだって、今はここしか練習しかないんだからな。おー、支配率 71%。これはなかなかいいじゃないの。よし、スキル。クイックドロー、ハンタ君。よし。嘘。よし、スライディング。いける。いけたー。やばいやばい。いい。へい。シシドー。ダメか。で、シシドに、こう。よし。じゃあ、シシドのグレネードショット！グレネードショット！いけ、シト。よーし。オッケー。ゴール！テーマのゴールは、ライム中学サッカー部、背番号 8！ シシドサキチ！シシドサキチ！シシドサキチよーし。お、バーニングフェーズ、やったね。みんな、バーニングだ。よーし。おっと。相手も一気になくやる気が。クイックとどう？イエッサー。
積み岡、ダイエクツ、ドラゴンクラッシュ。よーし、入ったな。ゴール。タイムのゴールは、アイモン中国サッカー部、背番号11、染岡龍ゴール。よし、もう一回でいいや。どうだ？悪い流れだな。もう悪いわ。5失点してんだぜ。あれ、お前だ。選手交代もしよっかな。いや、まだ大丈夫か。よし、次。トッペルゲンガー。よし。ほら。ゴエンジ、住岡、ハンダーおねやめか。まあ、これで、突破。なあ、クイックドロー。ファール狙いで。ファール狙いで。なんないか。こら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 、待てや。クイックドロー。よし。ゴエンジさん、住岡さん、行けい。ドラゴンクラッシュ。攻撃名は住岡ハットトリック。よし。いや、でももう一点入ってたからな、さっきのやつで、本当は。よし。ゴール。住岡ハットトリック。いいね。どうだ？その気持ち、いいわ、もうお前は。よし。あ、続けちゃった。シシド変えようと思ったのに。残念。クイックドロー。もう一点欲しいな。いけ。ゴエンジ。ほい。ファイアトルネード。ゴー！よーし、すごい、7点目。いいね。ゴエンジマツトイック。よし。サポートが間に合わないって、当然だべ。じゃあ、そうだな。マックスを、玉五郎にして、シシドを草薙にして、他は、まだいいか。そりゃ、ディフェンダー一回も活躍しないよ、とか。ドモンの力全然見てねえや。ドモン全然ボール触ってないし、ディフェンダーが。ブロック。あー、ゴエンジも変えるべきだったか？いけ。ふい。ふい。ゴエンジも技が使えないか。まあ、普通にシュートで、最後は。もうこれでもう試合終了でしょうね。入った入った普通に入った。ゴエンジ4点目、8点目。いいね。すごい対象だよ、対象。どんだけ弱いんだよ、お前ら。いけ、卵丼。卵丼！全然卵を使えないやん。あ、試合終了。勝ったー。勝利。よっしゃ、俺たちダイモンの勝利だ。くそ、俺たち負けだ。約束だ。もうここには来ねえ。待てよ。ヤクザ好きじゃないけど、お前らもサッカーが好きだ気だったんだぞ。これからもここで一緒にサッカーしようぜ。いいのか？こんなことした俺たちと練習なんて。ああ、気にするなよ。サッカーグラウンドの上では、サッカーを愛してちゃ、みんな仲間だろ？名言。すまねえな。頑張って早く、かさみのサッカー部を復活させてやるぞ。ほら、また言葉が乱れてる。きちんとしないと、部の復活なんて、夢のまた夢ですからね。
いやーほら、見てこれほら。ソミオカが3得点、ゴーレンジが4得点、シシトもちゃっかりゴール。シュートも9本。いいね。おー、レベルアップ。お兄ちゃんありがとう。これでまた明日から安心して練習できるね。ああ、よかったな。あれ、ゴーレンジ、どこに行くんだ？悪いけど、俺はちょっと用事があるんだ。先に帰らせてもらうぜ。あ、どちらまで？俺も一緒に行っていいですか？ファンなんか知らねえが、付きまとうのやめてくれ。おっと、そんなつもりは。ストーカーになっちゃうもんね。ゴーレンジ、こういう時いつもどこに行ってんだろうな。時々、裏門から帰ってみてたし。裏門か、あっちは病院くらいしかないけど。あいつもしかして、どこか悪いのか？病院。なるほど、そういうこと。いやいや、さすがゴーレンジさん。あれが元エースの余裕ってやつなんですかね。今もエースだけどね。じゃあ皆さん、俺もここで転校したばっかりで、ちょっと疲れてたんでね。ああ、勝っちゃった。おい、遠藤、ドモンのやつ、なんか怪しくないか？何か探ってる感じっていうか。そうか、俺は何も感じなかったけどな。あいつのサッカーを、でも、あいつのサッカーはきっと本物さ。見ただろ？あいつのボールさばき。あれはサッカーが本当に好きなやつじゃないとできないさ。いや、見てないよ。ドモン、ボール触ってないもん。そうかな。まあ、ここで話していても仕方がないか。そうそう、物質に戻ろうぜ。あ、サッカー物質に戻ろう。君、ちょっといいかな。この辺りで子供にサッカーを教えてる奴がいるって聞いたんだが、知らないかね。ああ、相田さんのことかな。俺たちもドラゴンクラッシュを教わったし。何？ドラゴンクラッシュ。遠藤、早く行こうぜ。遠藤、遠藤だと？君の名は遠藤だというのか？え、ええ。なるほど、なるほどな。こいつは面白くなってきやがったぜ。怪しいよ、ほんと、あの人。なんだ、あいつ。あ、じゃあ、今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様です。バイバイ。